たけというキノコをご存知ですか私はこのキノコをリアルに編むことに成功したのですが、この写真にはモザイクをかけなければいけないという突発的恐怖心が沸き起こったため、残念ながらその全貌を皆さんにお見せすることはできません。その代わり、ここで編み方を公開するので、ぜひご自分で編んで真の姿を確かめてみてください。編み物なんてできないよという方もご安心を。 世界で3番目くらいに分かりやすい講座をご用意してあります。これを見ればきっとあなたも立派な竹火竹を編めるようになるでしょう。それでははじめに全体の構造を見ておきます。この編みぐるみは傘部分と軸部分からできていて、傘の先端から軸の根元へ向かって編んでいきます。まずは傘部分からスタートですが、編み始める前に重要なことを一つ。 この編みぐるみは基本的に筋編みで編んでいきます。普通の編みぐるみは細編みで編みますが、筋編みで編むとねじれがなくなり、編み地を滑らかにすることができます。また、単に細編みを筋編みに置き換えただけではなく、引き抜き編みのポイントや目数の増減の仕方にも特徴があり、私はこれを個人的に筋編みぐるみと呼んでいます。それらのテクニックについては、 随時説明していきます。そしてキノコとしてはあり得ない色ですが、分かりやすさを重視してこちらの毛糸で解説します。こんな色では全くそれらしく見えようがなくて残念ですね。では1段目から見ていきましょう。左上は全体構造図で赤が増やし目、青が減らし目、黒が増減なしの目です。これらの組み合わせでどのように形が変化していくかが見て取れます。 はじめに、輪の中に6目編み入れます。筋編みぐるみでの引き抜き編みは、立ち上がりの鎖編みと、次の目の向こう半目、この2つがクロスするところに針を入れるのが基本です。ただし、1段目の最後の引き抜き編みでは、ここに針を入れにくい場合もあるので、そういう時は立ち上がりの鎖編みに針を入れて引き抜いても OK です。2段目では、増やし目を6回。 向こう半目を拾って筋編みをすることに気をつけましょう。三段目から特殊な編み目の増やし方をしていきます。はじめに最初の3目を4目に増やすように編みます。 こういう場合、普通の編みぐるみなら3目のうちのどこか1箇所で増やし目するところですが、筋編みぐるみでは増やし目と減らし目を組み合わせて目数を増やします。私はこのやり方を組み合わせ増やし目と呼んでいます。反対に目数を減らす場合は組み合わせ減らし目です。なぜこういう増減の仕方をするかというと、編み地の変化を左右対称にするためです。 普通の細編みの編みぐるみでこのように色分けをするとします。イメージとしては右図のような模様になるはずです。しかし細編みでは段ごとに編み地がねじれていくので、イメージ通りにはなりません。では、細編みを筋編みに変えるとどうなるか。編み地のねじれは収まりましたが、模様にはまだ微妙な歪みがあります。増やし目減らし目の位置によって編み目が不均等になるからです。 そこで、筋編みに加えて、組み合わせ増やし目、減らし目を使います。そうすると、編み目が左右対称になり、きれいな模様ができるのです。さて、3段目の最後から色替えもやっていきます。3段目のラスト、筋編みを編むときに色を変えて、最後の引き抜き編み。 その直後、また色を戻して、4段目の立ち上がりの鎖編み。色替えについては少しややこしいので、慣れない人はひとまず単色で編んでみるのもいいでしょう。4段目は編み図に従って目数を増やし、段の最後でまた色を変えます。5段目は最初の1目と最後の1目が軸色です。編み図に従って1周編みます。6段目の最初は、 増やし目と減らし目を組み合わせていますが、増減が打ち消しあって、目数は変化しません。一見無駄な操作に見えますが、こうすることで色の切り替わりが綺麗になります。7段目で大きく目数を減らし、くびれを作ります。また、ここからは軸色の一色だけで編んでいきます。8段目で重要なポイントが、 ここの組み合わせ増やし目だけは手前半目を拾います。こうすることで角度をつけ、くびれをよりはっきりさせます。このあたりから徐々に綿も詰めていきましょう。9段目では立ち上がり側で2目減らし、反対側で2目増やすことで、編み地の進む方向を斜めにずらします。10段目で2目プラスして、1周18目に。 11段目でまたずらし、12段は変化なしでそのまま筋編み。この11段、12段の編み方をワンセットとし、好きな長さになるまで繰り返します。目数が変化しないので長さは自由にできますが、ここではとりあえず22段まで編んでみます。ここまでで完成とする場合は、12名、6目と編み地を絞って閉じれば OK です。 しかし、置物として見るとバランスが悪く安定しませんね。そこで小石を支えにしてみましょう。一つでは安定しないので二つ。そんなに都合よくキノコのそばに石があるかという懸念があるかもしれませんが、逆にそういう状況が自然界において皆無でしょうか。レアかもしれませんが、あり得ない配置とまでは言い切れないはずです。ただ、確かに全く同じ形の石が、 2個あるのは不自然ですから、片方は段を加えて大きさを変えておきましょう。着物として安定させるために、石とキノコは合体させて固定することにします。この場合は軸の穴は閉じず、22段目まで編んだところで糸を切ります。右の石は6段目まで編んで糸を切った状態。左の石は7段目まで編んだところで中断してあります。続けて8段目を編み、 ここで2つの石を合体させます。引き抜き編みの位置を合わせて、両方の編み目にまとめて針を入れて引き抜き編み。これを3目編んで左右をつなぎます。 そして立ち上がりの鎖編みを編み、左側を編んでいきます。半周して境界部分に来たら、引き抜き編みの目にまとめて針を入れて筋編みを一目。この筋編みは引き抜き編みの目をつないで隙間をなくすためのもので、次の段では編まずに飛ばします。9段目で6目減。 10段目でさらに6目減らし、1周18目に。11段目で軸をつなぎます。最初の斜目は普通に編み、次の4目は軸の目にもまとめて針を入れて編みます。 反対側斜めを編んで11段目終了。12段目では軸との境界部分で2目一度をして軸側に移り編み進めます。13段目でも境界部分で2目一度。軸も完全につながりました。14段目で8目減らし16目。 15段目でさらに8目減らして8目にしたら穴を閉じて完成です。穴を閉じるときも半目拾うようにすると閉じた部分が目立ちません。試しに色を変えて編んでみましたが、苔むした2つの小石の間から生えた竹た竹以外の何物でもありませんね。 ちなみに解説ではナミフトケイトを5号のかぎ針で編みました。小さい方は中細ケイトを4号のかぎ針で編んだものです。中に羊毛を詰めればピンクッションに。鳴き笛を入れれば音の出る可愛いおもちゃになります。細い糸で小さく編んで、ストラップやアクセサリーにするのもいいですね。 ぜひ皆さんも好きな色の毛糸で編んで、オリジナル作品を作ってみましょう。ただし、色の組み合わせによっては、冒頭の私のように、画像検出 AI が謎の誤作動を起こす可能性もあるので、お気をつけください。